2つの文化が接するときに必ず翻訳っていうのが必要になってきます。で、翻訳の持つ力っていうのはやっぱり大きいんですね。この本を通してセジョンのこと、あるいはハングルのことが日本の韓国語学習者の間にたくさん情報が伝わるっていうことは、やっぱり翻訳のなせる技で、これ翻訳がなければなかなか伝わらないんですね。で、今、韓国語学習者の層が分厚くなって、そしてトピックの6級に合格するような人がね、たくさん出てきて。 でその人たちが今後どういうふうに学習をしていくのかってなると、一つ大きな分野として通訳、翻訳っていうそういう領域があるんですけども、翻訳をいきなり一人で取り組んで、そして出版にこぎつけるなんていうことは、ちょっと普通は考えにくいんですよね。何か他でこう作家として活躍している人が、韓国を勉強して翻訳に。 挑戦するっていうふうなことはあると思うんですけども、普通の一般の学習者が、韓国を学習の段階を終えて、次のステップにっていうときに、いきなり翻訳に取り組んで、成果が形となって出版されるっていうことは、普通はちょっと考えにくい。そうすると何かってなるとね、グループ翻訳なんです。でグループで翻訳文をまあ皆さんでまあつつき合う。 そして磨かれたものにしていくっていうそういう過程が必要になってくると思うんです今後翻訳に取り組むグループがあちこちでできてくるだろうと思います今でもたくさんあると思うんですけども私が立ち上げた書き始めの会もこれが一つ目そしてこれそしてまあ今回のこれこのように着実にまあ成果が出ているじゃあグループ翻訳ってどういうふうにやるのかまた、えー、翻訳したものをどういうふうに出版社に持っていくのか またグループ翻訳のいろんな楽しい点、そして苦しい点、えー、そういったまあ裏話も含めてね、たくさんグループ翻訳の実情を皆さんで、私はね、最初と最後にちょっとはお話しするかもしれませんけども、ほとんどメンバーの方が えー、おしゃべりなさると思います。気楽に来てください。何もその翻訳論を、えー、言い合うわけでも何でもなく、えー、どこが難しかった、どこが楽しかったっていうふうな、そういう笑いを挟んだ楽しいトークになると思います。10月9日、えー、ちょうどこの日がね、ハングルの日なんですね。夜9時から、ズームで無料です。リンク、この概要欄に貼っておきます。それから、まだ広報されていませんが、11月5日はチェッコリが 主催して婚約のイベントがありますそして11月27日この著者のキム・スロン先生に聞くっていうそんな時間も設けてますので概要欄をご覧ください翻訳について考える今後の勉強の仕方について考えるそんな時間にしてくだされば嬉しいです。